1945年の渋谷駅、西口方面、道玄坂下交差点等である。宇田川町は右奥部分にあたる。1952年、事件後6年が過ぎた渋谷駅、西口方面、右側一帯が宇田川町である。渋谷事件は、1946年7月19日午後9時、東京都渋谷区渋谷の渋谷警察署前で起こった、高層事件である。 警視庁渋谷警察署、暴力団の落合和也、暴力団の武田組及び軍連隊の万年東11派の連合隊と武装した在日台湾人グループとの間に発生した渋谷警察署を襲撃した在日台湾人を渋谷警察署、落合一家、武田組万年一派が迎え撃ったとする説と渋谷駅に帰宅中の在日台湾人を渋谷警察署 落合屋一家、武田組、万年一派が突然一方的に襲いかかったとする二説がある。連合体、大正1945年11月3日、GHQ は、朝鮮人及び在日台湾人をできる限り解放。この頃、渋谷区宇田川町の闇市の一角に、家橋総本部が作られた。家橋総本部は、闇市に何軒かの飲食店を持った。その後、 渋谷警察署署長、土田忠は渋谷警察署署員に命じて、家橋総本部が闇市で販売している金、当製品物資を没収し、不法建築家屋を取り壊した。すぐに家橋総本部は新たな闇物資を売買し始め、再び不法建築家屋を建てた。家橋総本部の多数の者が集団で渋谷警察署に押しかけ、 家橋に対する取り締まりを止めるように激しく抗議した。それから闇市を通った警察官に対する家橋総本部の者の,の集団暴行が繰り返された。1946年4月1日には台湾人たちは道元坂下から渋谷消防署に向けての一帯を台湾人街として外線門を建て始めた。同じ頃東京新橋の闇市新生マーケットでは 関東松田組が在日外国人を締め出そうとして激しく対立していた。同年6月10日、松田義和が松田の射程に射殺された。松田義和の妻、松田義子が関東松田組二代目を継いだ。同年6月16日、在日台湾人の武装集団が関東松田組事務所や建設現場に殴り込み、一人が死亡、一人が重傷を負った。 警察と MP が介入した。同年7月16日、関東松田組組員が日本刀などを持って渋谷宇田川町の在日台湾人経営の喫茶店に殴り込み、在日台湾人50人と乱闘となった。8人が重軽傷を負った。関東おず組小おずきのすけ組長が圧線に乗り出したが、不調に終わった。すぐ渋谷警察に在日外国人が 関東松田組事務所、渋谷警察署、警視庁の襲撃を計画しているという情報がもたらされた。同年7月17日、渋谷警察署は、土田忠の指揮で、他の警察署からの応援を受け警官200人を動員して、渋谷宇田川町の闇市の一斉取り締まりを行った。警官隊と在日台湾人との間に乱闘が起き、 警察官8人と在日台湾人2人が負傷し、20数人が検挙された。同年7月18日、渋谷警察署は、武装警官250人と、私服警官30人で、再び、渋谷宇田川町の闇市の一斉取締りを行い18人を検挙した。同日午後、巡回中の刑事3人が、渋谷駅前で在日台湾人の団体に暴行を受けた。 同年7月19日午前10時頃、土田氏は渋谷警察署の部長刑事、渡辺と渡辺の部下の刑事の二人を、バクトの落合一家、高橋岩太郎総長の恵比寿駅前の事務所に、使わした。渡辺は、高橋岩太郎に、同日に在日外国人が300人以上の人数を集めて、拳銃で武装し、 渋谷警察署を襲うとの情報が入ったことを告げ、渋谷警察署への助立ちを依頼した。高橋岩太郎は、渡辺に土田忠も了解しているのか尋ねた。渡辺は土田忠も了解していると答えた。高橋岩太郎は、渋谷警察署への助立ちを了解した。土田忠は、飯島連合会計の敵屋の武田組、武田一郎組長や、グレン隊の首領。 万年東一の応援も取り付けた。同日午前11時頃、高橋岩太郎は、事務所にいた若手に、他の若手を集めるように指示した。また、高橋岩太郎は、残りの若手に、若手の女房や知り合いの女性らを集めさせ、握り飯の炊き出しの用意をさせた。高橋岩太郎は、若手の佐藤と若手の岡崎に指示して炊屋から、男だけを買ってこさせ、 50本から60本の竹槍を作らせた。同日午後2時、高橋岩太郎の事務所には70人余りの若手が集まった。高橋岩太郎は集まった者を主力の戦闘部隊約40人、予備隊20人、看護、運搬隊約10人、伝令数人に分けた。高橋岩太郎が総指揮官兼戦闘部隊隊長となった。予備隊隊長には、 射程の安岡が着いた。また同士討ちを防ぐために、全員が白い鉢巻きを締め、白い布を腕に巻いた。全員が炊き出された握り飯を食べた。同日午後6時、高橋岩太郎は14年式拳銃を持ち、若市を率いて渋谷警察署に向かった。同日午後3時、万年東11波のうち、富吉野は東京中野の万年の自宅で、 万年の連絡係の者から喧嘩自宅をした上で渋谷警察署前に集まれという連絡を受け取った。内富は10人ほどの万年一派の者と共に日本刀などを持って小船に乗って渋谷に向かった。万年は旧式の南部大型自動拳銃を持って射程の小林光也らと渋谷警察署に向かった。万年一派十数人が渋谷警察署前に集合すると うちとみは、日本刀を万年一派のそれぞれに配った。同日午後6時20分ごろ、落合一家は、渋谷警察署に到着した武田組や万年一派と、合流30坪ほどの広さの道場で休息した。総勢120人から130人だった。それから高橋岩太郎、武田一郎、万年東一は、渋谷警察署の首脳陣と作戦を練った。 道路の両側に配置すると銃撃戦になった場合、流れ玉が道路の反対側にいる味方の方に飛んでいく可能性があるため、全員が渋谷警察署前の道路に渋谷警察署側に配置する陣形を取ること、高橋岩太郎たちは渋谷警察署の左の疎開地跡に配置することなどが決まった。万年東11 十数人は渋谷警察署の左にあった電柱の後ろの深い溝の中に一列になって待機した。高橋岩太郎は戦闘隊を前に出し、予備隊と看を運搬隊を後ろに配置して、不良在日外国人の襲撃を待った。渋谷警察署は近隣の警察署にも応援を求めていたので、渋谷警察署周辺には400人近い警察官が待機した。 土田氏は警察官にサーベルの使用を禁止した。同日午後8時、渋谷警察署に在日台湾人の120人の130人の部隊がジープ1台と乗用車1台とトラック5台に分乗して、家境総本部を出発し、渋谷駅方向に向かっているとの報告が入った。その後、在日台湾人の百二十人の百三十人の部隊は渋谷を通過して、 青山方面に向かったとの報告が入った。この時、在日台湾人の部隊は100人程度だった。在日台湾人の部隊は、新橋駅前の闇市の利権で、台湾の露天商と対立していた、関東松田組に対し、台湾の露天商を応援しようとしていた。関東松田組は、新橋に到着した在日台湾人の部隊を、戦闘機用機関銃で銃撃した。 在日台湾人の部隊は新橋から引き上げ、麻布の居留民団に立ち寄ってから渋谷に引き返した。在日台湾人の部隊が渋谷警察署前に差し掛かった時、検問の警官隊から停止を求められた。在日台湾人の部隊は麻布の中華民国ベンジどころに闇市での紛争解決の依頼をした帰りだと答え、通行を認められて渋谷警察署に向かった。 同日午後9時、在日台湾人のジープが先頭に立って渋谷警察署の前を通過した。2台のトラックが通過し、3台目のトラックが渋谷警察署前にいた土田忠の直前に来たとき、突然銃声が響いた。何者かの発砲により、羽賀弁造巡査部長が胸部を撃たれた。この件に関して、埼玉県連絡会第17号記事抜粋によれば、 林俊徳は、警察とヤクザ連合が、台湾人を襲撃してきたと主張している。羽賀巡査部長は病院に運ばれる途中で死亡した。高橋岩太郎らは、後続の在日台湾人のトラックに向けて発砲した。万年統一も発砲しながら飛び出していった。最後尾のトラックの運転手、ハンガ頭部を撃たれて死亡した。運転手を撃たれたトラックは、 渋谷警察署前の道路の反対側にあった民家に突っ込み横転して炎上した。他のトラックに乗っていた在日台湾人が横転したトラックに乗っていた同胞を助けようと荷台から降りた。高橋岩太郎の戦闘部隊や万年東11波はトラックから降りてきた在日台湾人に切り込んだ。その後、在日台湾人は逃げた。高橋岩太郎たちは捕まえた在日台湾人を 渋谷警察署に引き渡した。渋谷警察署は在日台湾人28人を逮捕し、拳銃三丁と実弾30発、鉄棒4本、ジャックナイフや棍棒、火炎瓶などを押収した。土田氏は渋谷警察署署員を走らせ、高橋岩太郎に MP が来るのですぐに立ち去るように伝えた。高橋岩太郎たちは渋谷警察署裏の氷川神社に移動した。 それから、高橋岩太郎たちは、恵比寿駅前の事務所に戻った。万年東一たちは、日本刀を、氷川神社や、国学院の地中に埋めてから、中野の万年の自宅に戻った。同日午後11時ごろ、高橋岩太郎たちは、事務所に到着した。警察側の拳銃発砲者は、土田忠を、はじめ90人で警察側が発砲した実弾は245発だった。 村上義弘目黒警察署巡査が腰に被弾し、重傷を負った。警察側の死者は、羽賀弁蔵一人だった。在日台湾人の死者は、全部で7人、重軽傷者は34人だった事件で殉職した、羽賀弁蔵巡査部長の葬儀を行った長泉寺、2009年、撮影。同年7月20日午前11時頃、渋谷警察署署員二人が、 恵比寿駅前の高橋岩太郎の事務所を訪ねてきた。同日正午、高橋岩太郎は自宅で起床し、事務所に出て、渋谷警察署署員からねぎらいの言葉をもらった。同年7月21日、同日付の朝日新聞が、警官と台湾商民が、拳銃のうち、合皮渋谷駅付近、死傷16名と事件後初めて同事件を報じている。当時、 報道は GHQ の検閲下に置かれ、報道が遅れたのもそのためであった。同年7月22日、高橋岩太郎は渋谷神宮通りの長い寺で行われた、羽賀弁造の葬儀に参列した。その後、GHQ 法務局は占領目的を阻害したとの理由で、渋谷事件などで逮捕した在日台湾人に41人を軍事裁判にかけた。 在日台湾人の訴えにより、土田忠氏ら3人も渋谷事件に関して、軍事裁判にかけられた。軍事裁判において、土田忠氏は、全警察官に対しサーベルの所持を禁止したことを証言した。検事は在日台湾人の1人が刀の刺し傷で死亡したことを根拠に、土田忠氏を追及した。土田忠氏は、在日台湾人が刀で刺殺された事件は、 渋谷事件と同じ時刻に渋谷警察署近くで起こったが渋谷事件とは別の殺人事件である。自殺された在日台湾人は渋谷事件で死亡したのではないと主張した。土田忠氏は渋谷警察署がヤクザに応援を頼んだことが発覚するのを恐れた。同年8月下旬、渋谷警察署渡辺部長刑事が渋谷大館山の高橋岩太郎の自宅を訪ねた。 渡辺部長刑事は高橋和太郎に在日台湾人視察犯人として渋谷警察署に自首して視察された在日台湾人が渋谷事件での被害者ではないことを証言してくれるように懇願した。高橋和太郎は即答をせず後日返答すると答えた。数日後、高橋和太郎は渡辺部長刑事を恵比寿駅前の事務所に呼び、 渡辺部長刑事の頼みを了承することを伝えた。高橋和太郎と渡辺部長刑事は一週間をかけて供述調書を作成した。高橋和太郎は渋谷警察署からの連絡が入るまで待つことになった。その後、渋谷事件の軍事裁判で土田氏は、現在、日本は立法、行政、司法等すべての国政は占領軍の指揮下にあります。 我々もまた占領軍司令官の命令に忠実に従って行動を起こしたまででありますと答弁した。これは渋谷事件に関与した警官を罰することは占領軍司令官にまで責任が及ぶということを示唆している。渋谷事件の軍事裁判では殺人犯を追及せず責任者も不問にするとの判決が下された。同年十一月頃、渡辺部長刑事が 高橋和太郎の自宅を訪ねてきた。渡辺部長刑事は、高橋和太郎に渋谷事件の軍事裁判の結果と、高橋和太郎が渋谷警察署に自首する必要がなくなったことを伝えた。同判決を受けて、在日台湾人の政治団体は反対集会を開き、また台湾でも学生を中心に抗議行動が起きている。一方渋谷では、闇市は、 復興マーケットと称して改善に向かった。東京都は1950年までにすべての露天賞を行動から排除する方針を固め、1951年12月31日、それを完了した。土田氏は警視庁最高厚労省を授与された。ありがとうございます。